拙者、奇款でござるー。ふ、うん、<laughs> この屋根裏は拙者一人だというのに、ついついやっちまうござねー。うん。うん、無病息災丸。そうでござったね。お前がいるから、一人ではないござ。う <laughs> ふもふふござ。 癒しタイムはここまでとして今日も忍者としての務めを果たすござよっと、うんうん、うん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 どうやら今日も特に異常はないみたいござねくせ者が侵入した形跡もなさそうでござるし いつも通り平和平和。うん。おいで無病息災丸うんうん偉い偉い。うん。あら見えるでござるか。この方が筆者がいつもお前に話してる方ござよ。かっこいいでござろう <laughs> 最近は髪を切ってないからかなり伸びてしまってるござけど。 蒸発もきっと似合うごさあ、あんまり鬱陶しいようなら施車が丁寧に切ってあげるのもいいごさね楽しみごさ <laughs> <laughs> <っ>なあ、そろそろ食事の時間だったごさね心配しなくてもお前のご飯も用意してあるでござるよほら 魚介系兵狼岩でござるよ <laughs> 担当食べんこの方はいいのかって <laughs> そうござねこの方にはここ一週間は食事を与えていないござから確かにもう限界かもしれないござね <laughs> お前は優しいからかわいそうに思ったんこさね <laughs> でも無病息災丸考えてみてお腹が空いてつらいのに1週間もまともに食事を食べられていない極限状態で優しく食事を食べさせてくれた人を この方はどういうふうに思うかなそれはきっと <laughs> ああ親子ことさまにはないょござよこれは拙者とお前だけ屋根裏にしまっておく姫めごとゆえににゃ <laughs> とそれじゃあ行ってくるこさお前の言う通りこの方も限界みたいこざからね食事を食べさせてあげないとそう優しくね <laughs> あの方の世界には 私だけいればいいんごさ。